はい、今回はベルトのサイズ調整で中C 方式という割りピンとは少し違う方式で止まっているベルトのご説明をいたします。外見なんですけど、割りピンは穴から見ると二股に見えるんですけれども、中 C というのは両方見てこう、特に割れてる、どっちも丸いピンが入っているように見えます。で、割りピンと同じように矢印がついています。では、早速やっていきましょう。使う工具は、割りピンと同じです。ハンマー、ナグ、ハンマーと電マン力。で、ピン抜き3種類あると便利です。では、いっていきます。万力に挟みまして、短いものでここから抜いていきます。で、途中まで抜けたら今度は長いので最後まで抜けますと、これ注意してください。かなり細かいパーツが出ますので、ここに入ってるんです。ゆっくり反対側にしますと、パラッとこれです。C 管という C 型になってるんですけど、お分かりいただけますかね。要はこの小さな管にピンを圧入して、抜けないようにしている仕組みです。これが、コマのですね、内側のここに入っています。ちがちょっと太くて、血がちょっと細いので、太い方にこうホールドされるようになっています。ちょっと注意が必要です。かなり細かいので、入ってるのに気づかないでやってしまうとなくしてしまいます。気をつけてください。で、同じように抜いていきましょう。抜けるところは矢印が入っています。じゃ、今回も2つ抜きます。1つ目、2つ目なので、同じようにホールドして、で、さえ長いのを使って最後まで、そうですね、抜けました。で、こっちのコマに入ってますので、これなくさないようにしてください。2つ取れました。これ中し、大事ですので、流さないようにしてください。はい、ではつないでいきます。こことここですね、つないでいきますので、まず中 C を入れていきます。先ほどご説明した太い方、細い方、太い方に穴が、太い方にこれを入れます。ピンセットを使った方がやりやすいです。で、落とさないように気をつけて、で、入れる際なんですけれども、矢印に対して逆に入れますので、こうしっかりホールドしたら、下から上にこう入れるようにします。こうです。で、こうですね。お分かりいただければ幸いです。今こう止まってて、で、この状態で、まあ硬いところに指で入るだけ、こう手の力で入るだけグッと入れられればいいんですけど、硬いとピンを曲げてしまう可能性があるので、ここは無理しないでください。入るだけ入れたら、これかなり柔らかかったので、入りました。で、入れるだけ指で入れたら、同じようにこう何もないのでフレ
ートになるまで叩き入れます。で最後、ちょっとだけ奥に入れるために指に添えて、こういう感じです。いただけましたでしょうか。ピンを両サイドから飛び出ないように中にしっかり入れて出来上がりです。はい、以上が中C方式のベルトのサイズ調整です。ありがとうございました。